九州はほぼ島津家の手に落ちております。我らは島津を倒し九州を平定します。あれなる島津の次男義弘です。彼らは豪遊にて鬼島津と恐れられております。まずは満足。やるな、バッバ。女か。女ではない、橘だ、橘銀千代。はぁ、豪遊鎮西一。九州の名家橘家の当主橘銀千代は雷神と呼ばれた名将道節の娘。しかし当主となるため男として育てられた。当時九州では薩摩の島津家が台頭。道節亡き後橘家は島津に押され滅亡寸前にまで追い込まれていた。だがそこへ天下人豊臣秀吉が介入、戦局は一変する。秀吉の援軍を得て御敵島津にこれまでの借りを解散と銀千代は戦場に推散するのだった。島津は一族の仇、橘は敵に一切容赦せぬ。第一は九州征伐、完全なる勝利を。私の天下統一の夢、誰にも止められん。島津を天下にひれ伏せさせるんじゃ。宿敵島津を破り、橘の名を世に知らしめる。まずは鶴ヶ城を奪取、島津攻めの拠点とするぞ。圧倒的な物量さ、完全な負け戦、それも面白い。硬い字で生きにくそうな男だな。貴様に言われる筋合いはない。困難でも己が生き様を通す。橘もそう生きてきた。さても珍しく猿の感覚を拝みに参るか。中武者の雑言黙らせてやるわい。よし、島津の戦始めるぞ。いざ戦わん。あれは島津軍の軍勢です。全滅、敵を引きつける兵士全滅。まさに戦場の花だな。しまった、貴様らに殺された橘一族の恨み。
今日こそ立花銀千代は晴らしてくれ。戦わん。して参る。これまでだ。敵将、立花が討ち取った。ウバタラシ、ご苦労。さて、一旦引いて軍を整えるかや。父上、父上に譲られ仕方ない。立花の敵倒してみせます。敵将、立花が討ち取った。見事、これまでする働きじゃ。島津の策を力で打ち破りおった。その豪遊、まさに人前一世。とお見受けいたせ。敵将、立花が討ち取った。見事だ。尋常に勝負。敵将、立花が討ち取った。ウバタラキ、ご苦労。やっ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 。
ちらが豪遊鎮西一か決着をつけようぞ。立花が落ちた。我らに打ち尽くされ小娘が出たわ。その小娘に兜を割られた男がほざくわ。敵将立花が討ち取った。見事ほれぼれする働きだ。まずは満足。引くぞ。獲物がかかったぞ。突撃せよ。敵の注意を引きつけよ。伏兵に合図を送れ。鶴ヶ城を奪還し豊臣軍の戦線を断つのだ。やっ、これ式は立花なれば当然だ。
しよう。立花が討ち取った。見事だ。やるではないか。兄の危機じゃ。兄を失ってはならぬ。行くぞ。いざ戦わん。我が首見事取ってみよう。一族の恩敵始末、立花の名誉にかけて撃つ。恨みを見えで戦うな。これほどの腕前とはな。我らも続くぞ。
わしが負けるなどありえぬ。敵将橘が討ち取った。その部まさに戦場の花じゃな。これ式は橘なれば当然だ。わしも焼きが回ったことよ。敵将橘が討ち取った。やるではないか。面目ない。敵将橘が討ち取った。島津もこれで豊臣に従う。天下統一は目の前じゃ。戦場に花はいらぬ。勝利のみでよい。